こんにちは、レイセンです。今日は12月20日月曜日になります。実験生活1345日目、だいたい生揚げとドリンクで小食粗食実験、今日8日目です。天気は晴れ、現在時刻は午後1時15分ですね。で、今日も生揚げ実験なんで生揚げ買ってきます。まあ五目生揚げ売ってたら五目生揚げ2パックですね。一応2パック買ってくる予定です。それプラス、まあ、黒ビーハービスケットですね。あとは、まあ、なんかお勤め品であれば買ってくる予定です。そのわけですね。したら始めていきます。今日の1杯目入れていきます。有機豆乳を300。まあ、早めに買い出し行ってくるんで、あったかいうちに。もうでもないかもしれんけどな。まあ、昼だとね、昼過ぎだとね。で、ビタミンスムージーを200。五目生揚げ売り切れてることが多いんでね。で、あと水。水がこれ、昨日残りですね。まあ、200ほど残ってるんで、これ入れていきます。神社の井戸水を300。あとこれね、人参ジュース、まあ、いつも通りですね。これ1本と1階にあったみかんですね。これみかん2個、これ食べていきます。これ食べてから買い出しですね。行ってきます。今買い出しから帰ってきました。買ったもの、まず人参ジュースですね。これ3本とマクロビハビスケットですね。これ1袋。前にも買ったことあるけど、げんこつきなこってやつ、犬山名物、高田屋製菓さんですね。これ原材料名の最初きなこってきてて、あと大麦も使われてるんで、結構優秀なんだよね。粗食用の間食っていうのかな。粗食だよねこれね。内容量 110g ですね。原材料名きな粉、水飴、香泉加工、大麦で、三温糖、上白糖、ごま、塩、クエンってところです。で、愛知県犬山市ですね。高田屋製菓さん、犬山の名物なのかな。犬山名物ですね。あ、きな粉だから大豆じゃんね。で、まあ生揚げも大豆じゃん。トヤミックスもまあ半分大豆だからさ。あと横綱ですね。これがまあ安くなってたんで買っちゃった。あと小判揚げですね。これも安くなってきて買っちゃった。で、あと五目生揚げ2パックですね。まあ、こんなところです。したら、まあこの辺からね、順番に食べていきます。で、間食も、まあ、適宜ね、取っていくって感じで。1パックは夜ですね。したら取ってきます。次入れていきます。液豆乳を300。いつ寝ちゃった、寝落ちってやつで。
で、これ1200、いかんね。で、あと水、ストーブつけっぱなしになってるけど雑音入っちゃうけど、神社の井戸水を300、そしたら取っていきます。おはようございます。やっぱ寝起きは顔が悪いね。で、みかん今からちょっと2個だけ取っていきます。今ちょっと昼のイベントやってたんであれだけど、まあ昼12時ですね。そしたら計測入っていきます。ウエスト測っていきます。正面、側面、背中、76ですね。血圧117-82です。今日の結果報告です。今日は天気晴れ、睡眠時間7時間半ほどとっています。午後5時から6時までの1時間と、翌日午前1時半から4時までの2時間半と、6時半から8時半までの2時間と、9時から11時までの2時間、合わせて7時間半ですね。ちょこちょこと起きてるんだけど、まあでもトータルから言ったら7時間半なんで、まあ普通っちゃ普通ですね。で、ジョギングは今日もなし、ウエイトトレーニングもなしです。日中の室内温度、午後1時15分頃計測で20度。湿度は 32% でした。飲んだもの、有機豆乳、今日は2杯取ってるんで 600ml。で、これ1が200。あと、オレンジスムージーも200。で、人参ジュースが720。水は神社の井戸水で480です。合計が 2200ml、水480のため、実質は 1720ml になります。まだあと120かな、冷蔵庫に水ね残っています。で、これプラス固形物、今日はみかん4個、あと小判揚げ1泊3枚入りで、げんこつきなこ 110g、 横綱油揚げ1枚、マクロビハビスケット 100g、 五目生揚げ2枚ってところです。げんこつきなこはあれは正式名称はただのげんこつかな、げんこつ飴かな。まあ、飴っぽくないんだけどね、すごい柔らかいんでね、歯でくっちゅーってくっちゅーって潰れるっていうのかな。な感じです。で、漢方はなし、香辛料等もなしです。尿回数5回ですね、出ています。濃さ薄め、量は平均的な量でした。大便が今日1回出ています。午後4時40分頃、色褐色、太バナナ状30センチ。平均的な硬さで匂いは少し臭いってところです。今日は匂いがあったね。少し臭かった。多分ね、油揚げだと思うけどな、匂いの原因。昨日取ってるもんね、油揚げね。で、その前の日は、焼き芋か。焼き芋もちょっと怪しいな。焼き芋サラダ戦飯泥棒漬け取ってるんだよな。まあいろいろ取ってるもんで、ちょっと臭いおならが出たっていうとこですかね。あ、おならじゃない、ちょっと臭い匂いが出たってとこですかね。今日の便はね、まあ割としっかり出たよ。太バナナ状30センチ、にゃーって、にゃーって。まあ、改便っちゃ改便ですね。
で、おならはたまにありで、匂いはかすかにありってところです。まあ、今日もほとんどなかったんだけど、2回かな ?2 回夜に出て、あとさっきだね。ついさっき朝。朝っていうかもう昼だけど。ついさっき1回出てるんだけど、で、夜の時は匂いわかんなかったんだけど、ついさっきだね。ついさっき、その机でね、机でノートにね、いろいろ書き物してた時に出たおならが、ほんとかすかにね、かすかに匂ったんで、うん。なんで、今一応かすかって書いたんだけどね。うん、今日の計測時刻は正午12時頃です。昨日と同じ時間に測っています。体重 66.60kg。昨日に比べて変化なしですね。全く体重変わってないですね。BMI21.0 で変化なし、体脂肪率は 17.9% で 0.7% の減少です。な、今日体重変わってないんだけど、体脂肪率は下がってるんだよね。だけど、小判揚げとか油揚げ、横綱油揚げも取ってるんだよね。なんだろうね。血圧117-82、最高血圧プラス4、最低血圧プラス3なんで、血圧なんか若干上がってますね。脈拍74でマイナス2、ウエスト76センチで1センチの減少です。で、今日の気づき。今日は、油揚げが結局太るっていうね、体脂肪率増やすっていう、昨日話してたんだけど、今日の結果からいくとそうでもないって感じだよね。結局あれかな、バイオリズムとか、あと思考の方かな。思考によって変わるみたいな。まあその辺もありそうですけどね。でもね、体のなんか肉付き見ると、割となんかちょっと太ってきてる感じがあるんだよな。これが油揚げの影響が大きいと思ってるんだよね。昨日は甘栗取ってるけど、別にでも甘栗、まあいろいろ食べてたからかなっていう気もしないでもないんだけど、どうだろうね。あるいは油揚げでも太る揚げと太らない揚げがあるとか、それも考えにくいんだけど、で今日の方が横綱の油揚げとかさ、でかいじゃんな。あっちの方が太りそうな気がするんだけど、使ってる油が違うのかな。質のいい油だと太りにくいとかさ、なんかあるかもしれないけどね。まあ今日は少なくとも体脂肪率減ってるんだわ。体重変わってないのにね。まあそんなところです。で、一応ね、今日、まああとウエスト1センチ細くなったのは、まあ昨日だね。昨日がラストにね、ちょっとこれ1のトヤミックスですね。が、まあ半分以上残ってたりしたもんで、それ飲んでるもんで、まあちょっと大きくなってたっていう。それがまあ1センチぐらいだったんじゃないかってとこですね。で、今日はね、片頭痛がちょっと出たんだよ、片頭痛。しかもね、げんこつきな粉、あれ食べてからだよね。あれって食べてから出てるんだわ。だからげんこつきな粉、まああれ、粗食用の間食として良さそうだな、と思ったんだけど、使ってるものがさ、ね、大豆、まあ、きな粉だからさ、大豆とか大麦だったから、いいと思ったんだけど、ただ水飴とか、三温糖とか、砂糖入ってるもんで、まあ、それがやっぱり良くないってことだね。まあ、脳に悪いっていうのかな。だからあれ買っちゃダメだな、げんこつは。あれで問題ないんだったらね、レギュラー入りさせようかなと思ったんだけど。前食べた時そんなに美味しいと思わんかったんだけど、今日食べたら割といいじゃんと思ったね。これだったらまあ毎日でもいいかなとか思った。問題ないんだったらね。だけど、まあ、実際片頭痛出てきたもんで、これはま、使えないなっていうところで。まあ、今後は買わない予定です。やっぱダメだな。マクロビハ以外のやつは、片頭痛出てくるな。やっぱりね。あと、精神状態もま、ちょっと悪くなったりするんでね。砂糖系は。やっぱり砂糖はあれだな。悪魔の、食品っていうかな。取っちゃいけないやつだね。砂糖はとにかくイライラさせる、精神はね悪くさせるし、あと頭も悪くさせるから、砂糖はまあ悪魔の食べ物で、逆に大豆だね、大豆食品、これはまあカルシウムも取れて精神が安定する、落ち着く、こっちはまあ神の食べ物って感じですよね、そんなところ、まあそんな感じです。まあ砂糖は要注意ってとこですね。砂糖とは、まあでもね、せんべいの方もね、なんだかんだね、精製塩使ってるからね、
なんでちょっとなんか悪くなるんだよね、体の感じがね、うん、あんまりいいものがないってとこですね。で今日あと心臓ですね、ついさっき朝ね、朝心臓にねなんか若干痛みが出たね、若干痛みが出た、うん、なのでまあこれ間違いなく油揚げですね、前も出てるもんでいつも症状が同じなんでパターンが同じっていうか、油揚げをちょっとね多めに取ると心臓に痛み出るんだよね、うん、途中の油揚げとかもそうだけどさ、うん、だから油だね、油はやっぱ取っちゃダメってことだね、なるべく油取っちゃダメだね、うん、じゃないとやられちゃうね心臓の方やられちゃうね、まあ、コレステロールとかの問題もあると思うけどさ、まあ、今日は小判揚げと横綱の油揚げ取ってるから、うん、体脂肪率の方は問題ないんだけど心臓の方に悪いっていうね。で昨日もまあぼっとり揚げとデラウミア揚げ取ってるもんで揚げだよね、うん、連続2日間取るとちょっと心臓にね、心臓に来るっていうね、うん、なのでたまに1枚ぐらいね、1枚ぐらい買って食べる分にはいいかもしれない、だけど、うん、やっぱ、まあ、こんな感じでねあんま頻繁に取るとすぐ心臓に痛み出てくるもんで、まあ、やめた方がいいよっていうそういう話ですね、うん、そんなところかな、今日はそんだけですね。で明日は一応まあ生揚げですね、生揚げに1パック、まあ、1パックにしようかと思ったんだけど、うん、買っちゃうね、やっぱ2パック買っちゃうね、うん、1パックっていうなんかね1パックだとちょっと気持ち的にね、うん、気持ち的に足らないっていうか、でも取るとね2パック多いんだよね、割と多いっていうのかな、うん、1パックと間食でもうお腹は大体もう済んじゃうっていうのかな、まあ、十分って感じなんだけど、なんだけどね、うん、なんか気持ち的に2パック買っちゃうね、うん、2パックあればまあ余裕っていうか十分っていうか、うん、そんな感じだけど、まあ実際食べると2パックだと多いんだよ、明らかに多いんだよ、多いんだけどなんかまだ買っちゃうね、うん、そのところです。でまあ明日は生揚げ2パックとマクロビハ1袋とあとあの味付けいなりですね、あれ、まあ、1パック買おうかなと思っています。あれもね割と砂糖強いんでね、うん、歯には悪いんだけどさ、だけど添加物あれ入ってなかった、あれ入ってたっけあれ、まあいいや、一応まあちょっと買おうかなと思っています、うん、久しぶりにね。で今日あのビタミンスムージーのトヤミックスですね、あれまあ作ってみたんだけどね、まあ、正直薄いね、味が薄い、うん、薄すぎるよって感じだったんで、うん、あれ割合ちょっと変えた方がいいな、まあ、有機豆乳 150ml に対してビタミンスムージーを350ですね、それだったらまだいいかなってとこですね、150の350ですね、この割合だったらまあまあ味もねそんな薄くないと思うんで、やっぱりオレンジはねあの名楽の飲む果実ですね、飲む果実のオレンジあれが一番美味しいな、あれ1対1で割った時結構美味しかった気がした、うん、2、3だとちょっとどうか分かんないけど、まあ、若干味薄くなるけどまだでもいけると思うんだよね、あれで割るとねなんかすごい美味しいんだよ、うん、ビタミンスムージーはなんか妙に薄いんでね、味が薄いっていうか、まあ、原液で飲むとちょうどいいぐらいですねビタミンスムージーってね、うん、割るとちょっと薄くなっちゃうね、なので原液で飲むとなんかちょっと濃いなっていう、そのぐらいのやつだと割って飲むとちょうどいいんだけど、原液でまあちょうどいいぐらいだと割って飲むと薄いんだよね、まあ当然っちゃ当然だけど、明日ちょっとビタミンスムージーはまあ150と350ですねにして、まあちょっと作ってみようかなと思っています。あるいは1対4とかでもいいかもしれないけどね、100の400っていうね、まあそのぐらいでも案外いいかなって、前やったよね確か、やった気がするけどな、まあ、一応ねギリ飲めなくはないなってとこですね、 2,3 で割っても、うん、ただまああんま美味しくないんでね、やっぱちょっと割合変えた方がいいかなって思ったとこです、そんだけかな、うん、やっぱね、トーヤミックス飲むとね、落ち着く。
精神的にも落ち着くし体もなんか喜ぶ感じがあるね、あれ正解ですねやっぱりトヤミックスは、でコレチトヤはすごくいいね体がすごく喜ぶ感じがある、体と精神とね、グリーンスムージーがちょっと甘くってね、まああれはちょっとおやつ寄りにもなるからね、結構いいんだけどあれも、体がなんかすごく喜んでる感じがするのはコレイチトーヤですね、まあそんなところ、なんかお勤め品で買いたいものあったらちょっと買ってきちゃうかもしれないけど、あと今日喉の調子が割といいんだわ、あんまりなんかへばりつく感じがないんだよね、で今日別に漢方を取ってる、漢方っていうか大根おろしね取ってるわけでもないんだけど、多分ね部屋をまあ温めてね寝てたんで、ストーブつけっぱなしで寝ちゃったんだよね今日電気ストーブ、あれ1本ねヒーター1本400ワットだけねつけて、2本じゃなくて1本だけねつけて、でスチーム入れてね寝てたんだけど、まあそれが良かったかもしれないですね。やっぱ寝てる間に部屋が冷えてると、そうするとまあ痰がへばりつくっていうのかな、そんな感じですね。部屋があったかかったら割と喉は大丈夫ですねこれ、なのでやっぱこの喉の原因は寒さだな、寒さ、部屋は寒くない状態になってたら問題ないってことだね、そういうことだ、まあ分かりやすいよね、そんだけのことだったっていうね、まあだけどね、寝てる間ずっとストーブつけとくわけにもいかないんで、まあ普段は消しちゃうけどね、なところです。一応まあ今月中あと10日間だね、まあ10、あと10日間は生揚げですね、生揚げ実験やっていて、で1月入ったらまた絶食ですね、接触しようと思っています、ちょっと本格的にね、そんな感じです。そしたら実験生活1345日目完了です。それではまた明日。